号車青山周平 3.31、 2号車永井大輔 3.28。 歴史の1ページに名を刻むのは誰なのか。競泳競技ファイナルグレード大トリのスーパースター王座決定戦は史上最高のメンバーが集結。平成20年より大晦日決戦となったスーパースター史上最多 23,438人が見守る大一番。この一戦を制すること、それは雲上のステータス。スーパースター王座決定戦スタートしました。1号車から青山周平好スタート。創造から佐藤芽也健康一滴好スタートを切りました。さあ2万人を超える大観衆を沸かせる佐藤真也が2番手、そして永井は3番手から、今は3番手で3コーナーに入ります。高橋光4番手、早川聖太郎佐藤高也が6番手、さらには荒尾智、なんと鈴木一郎ナンバーワンはなんと目を疑いたくなる最高峰8番手を回っています。1番青山周平が先頭であります。永井、さあ追撃態勢整いました。3コーナーから4コーナーで2番手に永井が上がっています。先頭は1番の青山周平、攻めに迷いはありません。ここで優勝すれば自身初の1億円レーサーが待っています。1番青山周平が先頭であります。2番手に永井大輔、今日の動きはどうなのか。ケレン見ない一直線の走りで優勝の二文字を狙っています。3番手は佐藤真也、4番手さあ高橋光、後ろから早川聖太郎が3番手に上がる。早川聖太郎が渾身の仕掛け、佐藤真也がもう一回差し返そうとしています。3番手は佐藤真也、さらには早川聖太郎の競り合いになっています。前がリードを作っていく。青山周平先頭だ、青山周平先頭だ。この走りファンのハートは静かみであります。青山周平にさあ追いつけるか永井大輔、追いつけるか永井大輔。3コーナーから4コーナーに向かいますが、周回ごとに周回ごとにちょっとずつ差は縮まってきています。残りは周回、青山が先頭であります。永井大輔通算100分へ秘策があるのかどうか。先頭2番手の感覚は三者心であります。青山周平が先頭であります。残りは4周半、さあ永井が来る、永井が来る、早川聖太郎も追いついてくる。残りは4周回、青山周平に一気に追いついた永井大輔、さあ体勢を作ろうとしている。1番の青山に内側から、おっと永井が入れない。この後ろに緑の勝負服が生えている早川聖太郎が大歓声を背中に背負って一気に永井を捉えた。さあシルバーコレクターと決別となるか。早川聖太郎が2番手に上がっています。先頭は青山周平、さあこれは優勝へめったにない、この上ないチャンスが早川聖太郎に訪れております。1番の青山に6番の早川聖太郎の折り紙周回、無事を締める青山周平。さあ早川聖太郎、感動のサプライズがあるのかどうか。今先頭は1番の青山であります。青山が先頭、まだまだ勝利へのシナリオは山あり谷ありでありましょうか。6番の早川が狙えるのか、狙えるのか、残り1周ブルーフラッグ、さあどうなるのか。1番の青山が先頭だ、2番手早川聖太郎、攻めるはあるのかどうか、攻め場があるのかどうか。この2番手ここでいいのか、早川聖太郎2番手だし、やっぱりやっぱり青山なのか。今年3度目の SGV 青山だ。自身初の1億円レーサー青山周平。ガッツポーズ、拳を握りしめて2回3回と力を入れて、今ご覧のように喜びを全身で表現しています。早川聖太郎は12回目の SG ファイナル、悲願に向かっての競争でありましたが、青山周平の優勝の執念が勝りました。3番手ゴールは永井大輔。力
っかりと1コースから好スタートを決めていきました。これが通算7回目の SG 制覇、スーパースター王座決定戦は2回目の優勝です。今年はオートレースグランプリ、さらには日本選手権を制し、さらには年末の大一番を飾るというまさに2019年は青山周平イヤーになりました。見事な優勝ゴール。以上12レーススーパースター王座決定戦、青山周平のこの表情、以上実況でお伝えしました。1着1番、今日どうもありがとうアナウンサーでした。確定です。6番3着2番以上でございました。払い戻し金です。おつれー2連勝男式1番6番8570円27番人気。2連勝複式は1と6の組4140円。おめでとうございます。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。